このスタジアムで今日はどんな試合が見られるのか楽しみです。今日はナイトゲーム、現地の天気は晴れています。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ですよね、しっかり押せましたよね。マラドーナ、ミドルシュートを打っていきました。大きく縦へ、もう一つ前に行きたい。これはどうだ、チャンス、パスフォード拾いたい。菅沼、柴本、井出口へ、裏のスペースを狙う。左上がっていきます。ウィリアー、先ほども同じようなシーンがありましたが、ゴールになりませんでした。この時間帯リズムがいいですよね。決まってもおかしくないようなシーンが先ほどから連続してますからね。さあ、ボールはラッシュフォード、ラッシュフォードからウィリアム、このパス、ボールを出した、シュート、ただいまの得点、10番でイバットからの攻撃、どうご覧になりますか。いや、チーム全体で非常にうまく攻めてますよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、お手本になるような見事なカウンターアタックですよね。さあ、1対0、先制ゴールが決まりました。1点取った後っていうのはゆとりが出てきて、そのゆとりがまた良いプレーとつながってきますからね、はい、2点3点と一気にいくケースもありますよね。そうですね、ふわっと裏を狙う。さあ、裏を狙っていきましたが、これは合いません。オジェソク、オジェソクからターテへのボール、これはつながりません。ルーズボールからジャスティン・クライファート、スルーパスを出す、これは来た、菅沼、ないですね。右サイド上がる、マラドーナ、マラドーナからのフィードボール、おっと、チャンス来た、シュート、アデミウソン、ヨセフネス森からアーチのようなパス、抜けた、さあラッシュゴール、ここで笛、前半が終わりました。結果前半1対0、ガンバ先に得点を許したまま前半を終了しています。よく戦ってましたけど、パスのバランスという意味では相手の方が少し勝ってましたよね。この後点を取っていくためには、とにかく早くボールを出しながら相手のプレスにかからないようにしていくことでしょうね。それでは引き続きゲームをお楽しみください。早々とこの後半始まっています。ガンバとしては早めにペースを掴んでいくためにも、この立ち上がりをどう過ごすか重要になってきますよね。そうですね。さあ、つながるか、さあラストボール、アデミウソン、スペースを狙った、裏を届くか、コーナーキックです。このゲーム最初のコーナーキックになります。ガンバ大阪、
ミレンコビッチ、あとミドル、素晴らしいプレーですね。追いつきました。いいですね、流れ来てますよね。今のゴール奪ってから非常に早かったと思うんですが、いかがでしょう。そうですね、あの位置でカットできる集中力の高さですよね。それを確実に決めてくる決定力の高さ、これも見事でしたよね。これで今日のゲーム面白くなってきました。もうこのレベルになってくると、試合で大きなチャンスっていうのはそんなに何回もありませんからね、はい、それを確実にものにできた方が最終的に勝者となるんでしょうね。そうですね。ジャスティン・クライファート、シュートがあります。ウィリアム打つ、このシュートは収まりませんでした。多少距離あってもね、この打っていく姿勢が大事ですよね。ベンチに動きがあります。同時に2人の選手が入れ替わります。ラッシュフォードからウィリアム、チャンスでしたけどもね、残り時間ありませんから決めたかったところでしょうね。スローインをカット、これは読んでいました。ラッシュフォード、さあ右へ預けて、ここは通しません。山口、プラタ、スルーパスを狙う、いい攻撃でしたけどもね、まだ時間ありますから、この試合どうなるか分かりませんね。アーチのようなパス、ベッケンバウアー、流れを止めます。出口、右サイドへ振って、10へ、ペドロ・オビアン、プレスからボールがこぼれる、裏を狙う、打つか、シュート、最後まで逆転を狙ったんですが、ここで終了の笛、1-1、引き分けです。両チームよく戦いました。さあ北澤さん、試合をご覧になってのコメントをお願いします。ガンバとしては後半でしっかり追いつきましたね。負けているという状況でも慌てずに自分たちをうまくコントロールできたという結果ですから、これは今後に向けて大きな励みになりますよね。